はい、こんにちは。フォトレシオです。いつもご覧いただいてありがとうございます。今日はね、珍しい画角でお送りしております。はい。はい、こんにちは。フォトレシオです。いつもご覧いただいてありがとうございます。今日もね、Vlog スタートしていきたいと思います。本日は9月23日水曜日ということでございまして、レンタルが1件入ってます。でその後は特に入ってないんですけど、明日以降がですねちょっと朝早いお客さんが多いので、今日からしばらくちょっとスタジオに泊まりになります。まあなんか配信とかできたらねやろうかなと思ってますけど、そんな感じです。でね、明日ね、今ね関東は台風の影響で雨が続いておりますけれども、明日も今日帰ってもいいんですけど、今日帰ると明日はもしかすると来れないかもしれないので、スタジオに台風の影響でね今日は泊まるということになります。はい。で去年までこのスタジオ雨漏りがひどかったんですよ。でもう治ったんですけど、でね台風の晩とかは泊まり込んでスタジオの天井から雨漏りがポタ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 してるのを夜通しこうバケツで受けて吹き続けるっていう地獄のような日々が繰り広げられておりましたが、それもなんとかね収まりまして、はい、ありがたい話でございますけれども、私はもう大丈夫ということでございます。はい。じゃあね、今日やっていきたいと思うんですけど、今日はですねちょっとあれですね、荷物がいろいろ届いたんで、これちょっと開封していくっていう動画で、この中に一個面白いものが入ってるんで、まあ、それもねちょっと触れたら触ろうかなと思います。はい。というわけでね、早速開けていきたいと思います。何から開けようかな。このちっちゃい方から開けていきましょう。台風ね、大変。あ、これはですね、はい、ドン、重たいな。ナインドットソリューションの Python クランプですね。ダボ付きの、8分の5インチのダボ付きのクランプです。でよかったら追加で買おうと思ってるんですけど、支柱にこう、挟んで、その先に、まあ、ダボでいろんなものが付けられると。で、ですね、このスタジオのちょっと照明環境をね、良くしようというのが目的でこれ買ったんですけど、これね、3000円ぐらい。で、夜とかね、撮るときに LED の照明をつけてるんですけど、これ。これ、まあ、ゴッドオックスの SL60W ですけども、あ、ところで、これ、皆さんなんて呼んでますか？これ、ゴドックス。で、みんなゴドックスって呼んでるような気がするんですけど、これゴッドオックスだよね。パッケージに神牛って書いてあると思うんで、ゴッドオックスが正しい発音だと僕は思ってたんですけど、どうなんですかね。まあそんなことはどうでもいいや。で、これを、転板してるんですけど、ね、狭いでしょ。3畳まで、これ、この、今カメラ、1カメ、2カメがあって、ここにまたね、ライトスタンド立てるの、えらい大変なんで、このね、まあ今ちょっと暫定でつけますけど、こうかな。フラッグの。あ、すっげえガッチつくね、これ。これ最高じゃない。メタルラックのここに、ちょっと今、つけてみましたけども、ここに、よいしょ。これ、くっつけてですね。で、これで転板すればスタンドいらねえじゃんっていうことで、お、明るくなった。スタンドいらねえじゃんっていうことでこのクランプ買ったんですけど、これめっちゃいいね。すっげえがっちりしてるし、これならこれ全然ありだね。まあ、日中でもこんだけ違う。あ、これいいじゃないですか。はい、Python クランプでした。これもう一個買おう。これはスタジオ用にもう2、3個買おうと思います。次これ。
かね。はい。まあすごいね、まあ、これを見ればもう一目瞭然なんですけども、で、まあ、見てわかる通りインサ360のアクセサリー関係ですね。でこれはコールドシューマウント付きのブラケット、マウントブラケットとマイクロ SD カード。マイクロ SD はあのね UHS-1 なんですね。 UHS-2 がこっち対応してないのでオーバースペックになるので安いので十分ということで256GB を買いました。で初めて買うキングストンのマイクロ SD で、マイクアダプター、これは外部マイクを USB-C に変換して本体に取り込むアクセサリーですね。でこれがこのインスタ360が有名になったというか、自撮り棒ですね、回す感じなんだけど伸びねえじゃん、ね、これ手がでかくてね、こういうちっちゃいものつまみづらいんですよ。伸びた、長い、軽い、長い、自撮り棒、これがインスタ360をつけるとこれが消えるということですね。これ後で撮ってみましょう、はい、インスタ360のアクセサリー関連マップカメラで、こんだけアクセサリーがあるということは当然この中に入っているのはインスタ360で、インスタ360-1R いくらでも動画が上がってるんでそっち見てくださいっていう感じなんですけど、はい、これが360。おすげえな、おすげえな、まあ、いいね、いいですね、はい、車載動画を撮りたいんですね。こっちが 4K 広角 4K ユニットで、これが360度ユニットで、これがバッテリー、アクセサリー関係でね、車載動画撮りたいんですよ。なんで車載動画を撮ります。これは USB-C ですね、通信用ケーブルでしょうか。でこれがいろいろと小物が入ってますね。まあ、インストラクション、保証カード、これはクロスですね。でこれは360度ユニット用のケース、いけてる、はい、ステッカーに説明書入ってます。でマウントブラケット、でこれはコールドシューはついてないタイプですね。でこれはまああれですわ、 GoPro マウントのやつですね、という内容ですね。まあ、早速なんですけど360度で見ていきたいと思いますが、こうやってよくないと思います。爪がこうなってるってことは、爪がこっちに、こういうことね。あ、意外と、あ、 すげえ隙間あんだけど大丈夫これ。本当に？本当ですか？本当に？やめて。ちょっと怖いんだけど。え、マジで？これ本当こんな感じ？マジでいいの？これでいいの？絶対？まあ電源入ったわけなんですけど、一応ね、イングリッシュ、チョンウェン、日本語と。1R アプリをインストールし、カメラをつなげてアクティベートしてくださいって書いてあります。はい、ちょっとその前に、このユニットの不安感がすごいんですけど、ここがね、めちゃくちゃ隙間空いてるんですよ。分かりづらいかもしれないですけど。超やべえな、これ。ほんとかよ。で、あ、すいません、ちょっと話の途中だったんですけど、ね、スタジオのホームページの、スタジオの様子を伝えるのを、まあ今、静止画をね、いろんな場面から、いろんな方向から撮ってるのを、載せてるんですけど、まあ、それも加え、それに加えてちょ360度で撮りたかったんですね。まあ、それだったらまあ借りればよかったんですけど、そのバイクの車載動画を撮りたかったんですね。はい、さっそうとバイクで出勤する俺わかんないですけど、ちょっと撮ってみたかったっていうので、つい最近大型のアップデートがあって、 1R でも360度配信、360度動画での YouTube の配信ができるようになったと。ちょっとそこら辺の勉強まだしてないんですけど、ということで、あ、これあったら使えんじゃねっていうのと、あとね、スタジオのレンタル備品にしようかなと。
いうちょっと目論見もありまして、最近その配信系のお客さん結構多くて、これはあったら面白く使ってもらえるのかなというところでちょっと買ってみました。これワンガールってこれ発売の時にその YouTuber に配りまくっていろんな人がレビューしてたんで、もう今更感めちゃくちゃあるんですけど、逆に言うと今やってる人いないので、その大型アップデートに合わせて、まあ、ちょっといろいろとねやってみようか。で、今週の早ければ今週の日曜日にあのバイクに乗せてちょっと使ってみようかな。電源入れて、でちょっと使ってみましょうか。 V1.0.7 バージョン 1.0.7 が最新かどうかちょっと調べたいですね。 1.2.16 ですね。 1.2.16 今すぐ接続、はい、KPW これがいけてるのか、はい、ダウンロードを開始します。おお、なるほど。カメラをつないだらファームウェアのアップデートダウンロードが始まりましたね。ちょっと今電池が心もとないのでつなげますけど、はい、めちゃくちゃ光ってんなダウンロードしました。カメラを接続してカメラのファームウェアを更新してください。カメラを接続で、スマートフォンに接続しますか確認。すげえなんかいろいろと全部やってくれるのね。でこれで今無線でアップロードしてるわけですね。素晴らしいですね。コールドシューマウント付きのブラケット、どうすればいいんだこれ、こうかで、これを挟むと、挟み込むと、あとは、はい、アップロード今してます。で、オーディオアダプター、すげえな、これ1300円もするんですよ。こんな感じでいろいろと揃ってまいりました。お、アップロードできた、進む、来たのかな、どうかな、確認し、確定します、ファームウェア更新完了待ち、更新には約1分かかり、その後カメラ自動的に再起動で再接続を待つ、ファームウェアが更新されるまで待つということですね。お、なんか起動したよ。で今、ああ出ましたね、はい、画面に出ましたので再接続します。接続ちょっと iPad に切り替えましょうか。はい、でアクティベート、アクティベート済み、 OK 開始ということで、今ついてるのがこれインスタ 360R の 1R の映像ですね。面白いねこれ、今ここに置いてあります、ここにね。でこれを動かすと360度見渡せると、はい、真上、もういいですね。あ、これ面白い、もうこの段階で面白いもんね。この境目はこの遠いと違和感ないんですけど、やっぱ近いとね、さすがにこの幅の分、違和感が出てくるということで、SD カードを入れます。 SD カードの方向がわからない、老眼にはきつい作業ですね。でついでなんでブラケットに挿入しましょう。これこのまま iPad につないだ状態で配信すれば配信できるのか。でこれは多分 iPhone でもできるってことですよね。せっかくなんで自撮り棒につけましてちょっと伸ばしてみたいと思います。はい、これで、あ、俺のハゲが見える。ああ、これで、スタジオの、この三畳間の全貌が、面白いね、これ。これいいっすね。で、この自撮り棒がね、見えないっていう設定なわけですわ。これいいですね。もうこの段階でもうワクワクしてしまいますね。で、これがね、この iPad の通信がめちゃくちゃ優秀ですわ。はい。いかがでしょうか。フレーミングをライブ配信。ライブ配信、ああこれでライブ配信ができるようになるんですね。なるほど。ということで、もうこの段階で超いいですね。はい。あとはこれに音声、この音声とかがねどうなのか。これフォロー、しかもこの自撮り棒の下にももう三脚穴が4分の1の穴が開いているので、ここへ足をつけてしまえば。ここに立ってとけると。いうことで、あ、これいいじゃないですか。
まあ本当にすいません、今更すぎてすいませんって感じなんですけど、はい、これでね全貌が見えてしまいました。これ他にもいろいろとできるのかな、なんかいろいろできそうですよね。はい、というわけでこう360度自由自在に見れるということで、これ縦画面なのがちょっとうざいな、うざいけどもしょうがないか、画質はいまいちかなあ。でもこれ録画したら違うのか、撮影、これで動画撮影してみましょうか。動画撮影始まりました。あ、撮影するとまたガジガジになりますね、まあ、こんなもんか。あとでこれ、ね、カチンコ打っといて後で合成することもできるということですね。こんな感じですよ。でこれで静止画撮ったり動画撮ったりでライブ配信したりとできるということで、これいいんじゃないの、うん、あ結構か割と感動してしまいましたこれこう、あ、広角にもできる、あ、すごい、あ、全天球的な、あ、気持ち悪い、これいいね、イエーイ、これいいじゃないですか。まあこういうデータが入ってるわけですよね、この中に。うん、すごく広くない、うちのスタジオみたいな。あ、いいですね、はい、なんか楽しくなってきちゃった。はい、というわけでこんな感じでね、ちょっとインスタ360を買いました。360度動画楽しいかもしれない。これでオープニングを撮っていきたいと思います。で、マイクもつないで、ラベリアマイクで、マイク入れてみた、入れてみた、あ、あ、あ、よし、じゃあこれで撮ってみましょう。はい、こんにちは、フォトレシオです。いつもご覧いただいてありがとうございます。とりあえず今日のオープニングはこれになるかもとりあえずね、これからさっき撮ったオープニングもどきを、取り込んで編集してみたいと思います。これ2カメラ分なので2つのファイルがね生成されるということで、これはまあ後で、後でいていいです。はい、こんにちは、フォトレシオです。いつもご覧いただいてありがとうございます。今日はね、珍しい画角でお送りしております。で、これが今、まあ、全データですよね。 5.7K のこの全データがここに乗っかっているということですが、軽いね、これアプリの出来がめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。初めて立ち上げたけどこれすげえな。で、これもうスティッチされているので、これ今360度分のデータが出てるわけですね。で、これをこうすると画角を変えられると、画角を変えて編集できるということですね。これいいねいつもと画角が違うから楽しいですね。あ、これここに置いとくっていうのも一つ手です。で、これカメラ今回固定なのであんまり動かしたりとかしてないんですけど、で、これで好きな画角でロックして書き出しができるわけですね。軽い、これ 5.7K の MP4 ですよ、をグリグリできると、もう結構スムーズですね。じゃあこれで書き出してみましょうか。ちょっと、あ、まあちょっとここら辺はもうちょっと使い込んでからやります。とりあえず今日はこれで書き出そうかな。はい、このまま書き出してみます。 5.7K です。えい、えいや。で、とりあえず生でいきましょうかね。で、ビットレートもとりあえず一番高くしようか。200mbps。 よっこいしょ。はい、書き出します。まあまあ早いんじゃない。うん、というわけで、まあとりあえずね、これでオープニングが完成ということでアプリの出来がいいよね。なんせカメラ自体も面白いんですけど、アプリだって俺今日初めて使ったからね、このアプリめちゃくちゃいいじゃないですか。うん、簡単だし、画像が書き出してるので、もう終わった。終わった。早いな。で、これこういうパノラマの画像が書き出せてると。オープニングが完成と。で、これ今パノラマの画像が生成されたので、ダヴィンチの方で画角の調整とかもできるんですよ。なんですけど、今回そのまんま入れます。このそのまんま。ちょっといろいろとね、夢が広がりんぐなアイテムを手に入れてしまいましたので、今後ちょっとね、
インスタ360での動画撮影なんかもご紹介していければと思っております。今日は